はい、皆さんこんにちは、シュナタンです。はい、今回はですね、ちょっと久しぶりなんですけれども、じゃじゃん、こちらの私のバッグの中身を紹介していきたいなと思います。前回やったのいつなんだろうっていうぐらい本当に久しぶりのバッグの中身紹介ということで、最近ちょっといろいろアップデートをしたりもしたので、そちらを紹介していきたいなと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで早速紹介していきたいなと思うんですが、まず今回私の紹介するバッグはこちらになっております。私の YouTube を結構見てくださってる方なら、あれじゃんって思うかもしれないんですけど、前にルナちゃんとフリマに行った時にゲットしてきたローレン・ラルフ・ローレンのバッグ、スリフトバッグでございます。めちゃくちゃこれ使ってます。最近本当に一番愛用しているバッグなんですけど、まずこのねシンプルな感じ、ブラックだしデザインも割とすっきりしていて、結構シンプルなデザインっていうのもすごく使いやすいっていうのと、あと結構ね中入るんですよ。私普段結構ちっちゃめのバッグを持つことがどちらかというと多いんですけど、なんかやっぱこのぐらいのバッグの容量があると結構やっぱ便利です。私出かける時とか割とマイボトルを持って行ったりとかもするんですけど、なんかそういうマイボトルとかもやっぱ結構大きめなので、なんかそれもスポッて入るからとってもいいなと思って愛用してます。中もこんな感じで割となんかもうスカスカレベルな感じの量ではあるんですが、やっぱこのバッグのねゆとりもあることで、なんかちょっと心にも余裕ができるっていうか、なんかこう余裕を持って過ごすことができるので、結構私はこのバッグ気に入ってます。で、容量もめっちゃ入るんですけど、なんかそこまでこうバコーンってでっかいっていうイメージもなく、ほんと使いやすくって、あとこのハンドルのところも結構長めになってるから、普通にこうやって持つこと、こうやって肘とかにかけて持つこともできれば、私は割ともうずっとこんな感じで肩掛けで持ってるんですけど、こうやって持つこともできるし、そこもすごいいいなって思ってます。で、結構横長のシルエットなので、割とこうやって持った時とかにこうなんかずれたりとか、こうあんまり安定しないなっていう感じはあるんですけど、なんか今まで別にこれで物が落ちたっていうこともないし、そこまで困ってはないので、結構私は気に入ってるバッグになっております。はい、ということでじゃあ中身の方を紹介していきます。1個目が、まあ、これはバッグの中身というか持ち物にはなりますが、スマートフォンですね。私はこちらの、14 Pro を使っております。 iPhone の色自体は紫、パープルのものを使っていまして、スマホケースはそう最近これ買えたんですよ。 Amazon でゲットしたんですけど、最近マグセーフに私買えまして、ね、マグセーフマジで、まあ、ワイヤレスで充電できるっていうのが一番魅力的なポイントだと思うんですけど、なんか今まではそんなにワイヤレス必要かって思ってたんですよ、ぶっちゃけ。でやっぱこのなんか柄もさ、なんか丸いのがついちゃうしちょっとなーとか思ってたんですけど、もうね全然なんか世界が変わるレベルで、結構私はマグセーフの虜です。今スマホケースの種類だったりとかは少ないは少ないんですけど、マグセーフにしたことで結構 QOL も上がったような気がするので、これは買ってよかったなって思ってるケースです。あとこのカメラの部分にスマホスタンドがついてて、シルバーのところがパカッて開くんですよ。これがマジでよくって、こんな感じでなんか台に立てたりとか、縦置きもこうやってできたりとかするし、すごいこれもね便利でとても気に入ってる。ステッカーはこんな感じで、アベンマーのステッカーと、あとシャロームのステッカーと、あとこれはオーマイティっていうところのステッカーになっております。では次、ようやくこのバッグの中身に移っていきたいなと思いますが、ではまずじゃじゃん、こちら鍵ですね。私鍵には結構キーホルダーをジャラジャラとつけちゃっているんですが、まずこれは結構前からつけてますが、ディーゼルのあの D ロゴのキーチェーンです。ホワイトのやつですね。こちらがラバーのキーホルダー、めっちゃ汚くなってますが、アベンマーの Thanks for being you っていうラバーのストラップになっております。これはポップアップをした時かなに作ったノベルティのアイテムだった気がします、確か。で、あと2つがね、こちらかわいいでしょ、これヴィアナ・ギガンテさんっていうポールダンサーの方がいて、 YouTube もやってるんですけど、結構昔からこのヴィアナさんを YouTube で拝見していまして、とっても大好きなんですよ。なんかね、すごい癖になる喋り方と、あとすごいこう勇気づけてくれるような言葉を投げかけてくれたりとか、本当になんか見ていてこうまったりゆったり、なんかこう引き込まれるような不思議な気持ちになるんですけど、すごい好きで見ていて、ガチャガチャ
を出されてて、ガチャガチャめちゃくちゃしてゲットしたキーホルダーをこんな感じでつけております。かわいい。まだまだあるんですよ。あとストラップじゃないバージョンのやつと、もう一個別のストラップがあって、それはあの電動自転車の鍵につけてるんですけど、この2つは家の鍵につけております。家の鍵よりも多分ねキーホルダーの方が重いレベルでいっぱいつけてますが、なくしづらいのでいいかなと思います。では続きまして、じゃじゃん、こちらお財布でございます。そして私これ最近新調しました。2024年の最強開運日がこの前あったんですよ。3月15日が最強開運日で、なんかの動画で私多分財布買おうかなって思ってるみたいな感じで言ったと思うんですけど、その日に財布を新調しました。新しくゲットしたのこちらのジャックムスのミニウォレットになっております。これシルバーでメタリックでめっちゃ可愛いんですよ。特に中が可愛くて気に入っていて、とカード類を一回出します。じゃじゃん、こんな感じで真っ赤になってるんです。中がめちゃくちゃ可愛くない？こんな感じで全部赤色になってて、内側が超可愛いと思ってゲットしました。難しくないですか財布って。なんかあんまりこう派手すぎても飽きが来ちゃうなとか、あんまりさこう高級なものでもなんか自分に似合ってないなとか、なかなかやっぱり自分の好みの財布見つけるのがすごい難しいなと思ってたんですけど、でもやっぱ年齢もちょっと重ねてきて、ちょっとはいいものを持ちたいなって思い始めたりとか、まあいろいろちょっとこう悩んでこちらの財布を選びました。個人的にはとても気に入ってます。シンプルで使いやすいし、このシルバーメタリックな感じもいいかなと思って。私は基本的に財布はミニバッグとか持つことが多いので、このちっちゃいタイプが好きで使ってます。そして続きまして、じゃん、こちらを紹介したいなと思うんですけど、スマホの充電器、モバイルバッテリーですね。マグセーフのねモバイルバッテリーなんですけど、さっき QOL が上がったって言ったと思うんですが、もうやっぱこのモバイルバッテリーを使うときにやっぱすごい感じます。モバイルバッテリーでやっぱねこの線がなく充電できるっていうのが本当によくって、もう大好きもうこれはすごい買ってよかったなって思ってるアイテムですね。でしかも結構ね粘着もすごいんですよ。これしっかり粘着ついてくれるので落ちる心配もないし、あとコンパクトだし、何よりもコードが本当に絡むとかなんかそういうのがないので結構ストレスフリーで、はい、おすすめのアイテムです。ちなみに充電はこれはね1回ぐらいかな、フルの充電が1回ぐらいできるっていう風に確か書いてあった気がするんですが、まあ、そこまで私外でめちゃめちゃ携帯触るっていうことはあんまりないので1回でも十分かなっていう感じです。続きまして、ではこちらの巾着の中身を紹介していきたいと思います。巾着は私ね結構何個かあるんですけど、まずこれのブラックの巾着の中身なんですが、ミンティア、私ミンティアは本当に大好きっていうか、ないとダメな人で、ご飯食べた後とかちょっと気持ち悪いなっていう時とかにミンティアあると一気にスッキリするので結構ずっと持ってるんですけど、ミンティアってめっちゃなくなりません？なんかこの前もねちょっとこのミンティア議論はしたんですけど、ミンティアって友達とかと例えば遊んでて、うわミンティア食べたいっていう時に全然いいんですけど、自分だけ食べるのもなみたいなとりあえずまあやっぱり友達に聞くんですよ。あ、私ミンティア食べたいなって思った時に、あ、ミンティア食べるみたいな感じで聞くと、みんな大体やっぱあ、もらいたいみたいな感じで言うからあげるんですよね。だからミンティアの消費量が半端なくて、なんか気づいたらすぐなくなるっていうお話なんですけどまあこれぐらいねあげなよって、なんか全然いいんですよ、あげるぐらい全然私もいいんですけど、やっぱなんか自分だけで食べるのちょっとあれだなみたいな葛藤が一回入りますねあ、これはやっぱ聞いた方がいいよねみたいな空気流れないですか、こういうなんかミンティアとかガムとか、なんかこうよく飴配るとか言いますけど、なんかそんな感じで結構まあ配るアイテムかなっていう感じで私は認識しております。いろんなね形状とか味とかあると思うんですけど、大きめのミントタイプのやつが好きでよくこれを食べてます。はい、そして続きまして、じゃーん、こちらですね、串。この串は確かアパホテルの串だった気がします。このね串が本当によくって私ずっと使ってるんですけど、アパホテル泊まった時に結構こう変えたりとかするんですけど、大きい方とこの細かい方で分かれてるのが好きで使
使ってます。でこれが折りたたみできるっていうね、スリムな感じになるっていうのもお気に入りです。続いてがこちらです。ハンドクリームなんですけど、リブティックの試供品みたいな感じでもらえるハンドクリームなんですけど、これはちなみにフィロシコスっていう香りで、イチジクの香りなんですけど、私この香りすっごい大好きでこれを愛用してます。でこのリブティックのハンド&ボディローションか、これすごい馴染みがよくってベタつかないのですごい大好きなアイテムです。サイズ感がねちょうどよくて気に入って使ってます。そして続きまして、じゃん、こちら、これがですね香水なんですけど、ディーゼルのパフュームホルダー、なんていうんだっけ、こういうの詰め替えできるやつで、こんな感じでね自分の好きな香水を入れれるんですけど、私はこれにディプティックの、前動画でも紹介しましたが、ディプティックのタムダを入れてるんですけど、このケースはディーゼルのオンラインとかでお買い物するとポイントが貯まるんですけど、それのポイントを引き換えみたいな感じでもらいました。なんか2個セットなんですけど、もう1本は別の代わりを持って入れてて、こっちにはタムダを入れてます。持ち運びにめっちゃ良くてね、とっても気に入ってるアイテムです。次ラストなんですが、ラストがこれですね。まあ、これは日によって変わるんですけど、その日に使ったリップを持ち歩いてます。今日はちなみにメイベリンのスーパーステイビニールインクの120番を使ってて、最近私これすっごい大好きで使ってるんですけど、落ちないスーパーステイマットインクの方、結構私動画でも何度か紹介してると思うんですが、それのツヤありバージョンみたいな感じで言われてるんですけど、グロスっぽいツヤではなくって、マットインクよりはマットじゃなくって、ちょっとこう保湿感もあるよみたいな感じのタイプで、リップ私結構好きなんですけど、やっぱりこの時期とか特に乾燥が気になっちゃうので、そういう方にはやっぱこっちの方がいいかなっていう風に思います。でこの120番がね、私すごい好きなカラーで、多分オンライン限定とかなのかな、ちょっと違ったらもうごめんなさいなんですけど、だったような気がします。私 Amazon で買ったんですけど、すごい可愛いカラーで気に入ってる、一番好きなカラーです。ということでこちらの巾着は以上です。続いてがもう一個のこの巾着の方を紹介していきたいと思います。さっきの巾着の方がちょっと縦に長くって、割とこう縦長なものを入れてるんですけど、こっちはこんな感じで正方形なので、コンパクトな細々したやつを入れています。まずじゃん、こちらコンパクトミラーなんですけど、これはアベンマーのノベルティ、ポップアップのノベルティだったかな、で作ったコンパクトミラーです。これ二面鏡になっていて、こっちが普通なのとこっちがちょっとアップになるっていう鏡です。ずっと使ってる。で次がこちらなんですけど、これはオーラ2のマウススプレーっていう、なんだっけ、オーラルケアだっけのアイテムです。なんだっけ、なんだっけ、なんて言うんだっけ、マナーじゃなくてフォーマルじゃなくて、なんて言うんだっけ、なんて言うんだっけ、こういうのなんかケアみたいな、ちょっと待って思い出したい、マナー、マナーじゃないよね、なんだっけ、デリケートでもなくて思い出せない、エチケットエチケットだ、口のエチケットとして使ってます。本当に簡単で、こうシャッシャッてスプレーするだけでできるので、よく 使わせていただいております。このコンパクトサイズがとっても嬉しいアイテムです。そして続いてが、これはもうずっと使ってて、あんまり目薬は浮気したことないんですけど、ロートジーノのコンタクト、私カラコン普段してるし、普通に目悪いのでコンタクトするんですけど、このねロート G の、最強みたいな8プラスみたいな感じだったかな、段階的にはを使ってます。本当にこれはスッとするんですけど、私はもうね学生時代からずっとこれ使ってて、もう慣れちゃってるので、あんまりスーっていう感じは少なくなってきましたが、それでもまあ結構スッキリするのでよく使ってます。そして続いてがこちらですね、ウカのネイルオイルです。私はこの24時45分っていう香り
なんですけど、これを使ってます。エステとかで嗅ぐようなとってもリラックスできるようなハーブ系っていうのかな、ちょっとさっぱり系の香りで当たり障りないというかいい香りなので使ってます。やっぱこの爪の周りというかめちゃくちゃ乾燥が気になるので、結構私のルーティーンとしては出かけるときに電車乗るじゃないですか。で電車乗ってこうやっぱ電車って何もする時間なかったりするから、そういう時にさっと塗ったりとかして使ってます。あとはこちらですね、このミニ爪切りも持っております。爪切りってそんなに使う頻度はないんですけど、今ネイルジェルネイルとかをしていないので結構爪が割れちゃったりとか欠けちゃったりとかするんですね。そういう時に爪切り持ってるとすぐこう整えられたりするからすごい便利で、これも一応ねいつも持ち歩いてるアイテムです。ということでこの巾着は以上になります。はい、では続いてですね、ちょっとここにねバッグにちっちゃなポッケがありまして、ここに入ってるものをちょっとささっと紹介したいなと思うんですけど、じゃじゃん、こちらです。こんな感じでリップクリームを入れております。これがシカのリップクリームで、リップでもシカあるんだと思って、私パックシカのパック結構好きで使ってるので、なんか買ってみようと思って使ってみたんですけど、まあ、これはなんかまあうん飛び切りいいわけでもなく、でも全然悪いわけでもなくって感じでした。まあ、でも普通に潤いを与えるっていう意味では満足かなっていう感じのリップクリームです。私ほんと唇乾燥しやすいので結構リップクリームはいつも使うんですけど、このシカのやつと、もう一個この大きいやつがあるんですが、これキールズのリップバームっていうやつです。こういう感じで出すタイプなんですけど、これを持ち歩いてますね。もう一個ポッケあるんですけど、ここにはこんな感じでシュシュが入ってます。なんかちょっとさっとお髪の毛縛りたいなっていう時とかあると便利なので持ち歩いてる感じです。そして続いてがこちらですね。これティッシュケースなんですけど、私のバッグの中身紹介を見てくれてる方ならとってもね馴染みのあるものだと思うんですが、もうずっと昔から使っててめちゃくちゃ年季の入ったスヌーピーのティッシュケースなんですけど、これは私の妹の友達の妹ちゃんがくれました。めっちゃ可愛くてずっと使ってます。多分私このティッシュケースなかったらティッシュ持ち歩いてないと思う。なんかこのケースがあるからティッシュ持ち歩こうってなるので本当に助かってますそうで、こんな感じでティッシュ入れれるんですけど、こっちにちょっとポッケもあったりするので、ここにはなんか絆創膏とかめっちゃ大量に入ってますね。絆創膏とか、私結構生理痛とかが重い人なのでこのロキソニンとかも持ち歩いております。あとお守りも、前にもらったお守りを入れております。はい、そして続いてがこちらですね。この巾着なんですけど、この巾着の中には生理用品を入れてます。なんかこれは持ち歩く時期持ち歩かない時期はあるんですけど、こんな感じでリプティックでお買い物した時にもらったやつなんですけど入れて持ち歩いてます。そして続いてこちらですね。こちらがサングラスなんですけど、基本的に私はお出かけする時はサングラスをつけるので、その日のサングラスを持ち歩いてます。ちなみにこれはですね、ボニーっていうものかな、サングラスです。ちなみにこのねサングラスケースは違うところのやつなんですけど、ルスペックスかなやつなんですけど、柔らかいファブリック素材なのと、こうパカってすぐ開けられるのが持ち歩きにいいなと思って使ってます。で続いてがラストなんですけど、ラストがじゃじゃん、こちらです。このね巾着袋めっちゃ可愛くないですか。これね毎回友達とかいろんな人に褒めてもらえる巾着なんですよ。めっちゃ可愛いっすねみたいな感じで言ってもらえるんですけど、これはポップアップをした時に来てくれた方にいただいた、プレゼントしていただいた巾着袋です。すごい可愛くてお気に入りなんですけど、この巾着の中にはじゃじゃーん、デジカメを入れております。まずデジカメから紹介します。このねキャノンのパワーショット S100 っていう機種なんですけど、このねデジカメがすごい気になっていて、最近これをゲットしました。私もともと赤いデジカメを使ってたんですけど、そのデジカメもすごい映り雰囲気良くて好きなんですけど、なんか暗いところで撮るときとか一応フラッシュは焚けたりするんですけど、ちょっとあまりにも画質が悪すぎちゃってなんかちょっとなって思ってて、そうこのねキャノンの S100 パワーショット S100 を使ってる方がいて、その方の写真の感じとか見ててすごい好きな感じの写りだったので、これを最近は愛用してます。こんな感じとってもスリムで、私は基本的にフラッシュを焚いて撮るんですけど、こんな感じでね
フラッシュも炊けるのでとても気に入ってます。でこれね、メモリーカード、ここにメモリーカードがあるんですけど、メモリーカードでデータを転送できるので、これもね買ったんですよ。ここにメモリーカード挿して USB の A タイプとか C タイプもあるし、あと iPhone のねライトニングタイプのやつもあったりとかして、その場ですぐ SD カード挿して iPhone にぶっ刺すだけで送れるっていうめちゃくちゃ便利なアイテムです。なんかコードのやつとかもよく有名であると思うんですよ、カードリーダーみたいな感じで。それってやっぱコードだからちょっと長いし、なんかこうひぬって折れちゃったりするのが心配なんですけど、これはその心配がなくって、でこの3タイプに対応してるっていうのでめちゃくちゃ買ってよかったアイテムです。これも Amazon で買いました。私 Amazon も本当にヘビーユーザーなので、何でも Amazon で買っちゃうんですが、これもねマジ買ってよかったアイテム、これも本当 QOL 上がるなって思います。です。はい、ということでこんな感じで私のバッグの中身は以上でございます。すっからかん、まあ本当なんか必要最低限な持ち物かなっていう気がします。あんまり私普段持ち物多くないタイプかなっていう気はするので、まあこんだけあれば十分かなっていう感じですね。なんかこれよりももっとちっちゃいバッグ使うときは、お財布も持っていくときと持っていかないときがあるレベル。本当に最近はもうキャッシュレスで携帯でできちゃったりとか、まあちょっと心配だなっていうときはキャッシュカードを入れたりとか直で入れちゃったりとかするんですけど、まあそんな感じと、あとはもう最低限のお直し用、リップクリーム、目薬とか鏡、ネイルオイルとかぐらいかな。本当にもう絞って必要最低限で持ってたりするので、これが割と私のフル装備フル所持品っていう感じです。最近あんまり紹介できていなかったので、いろいろとこうねアップデートしたものとかもあったりするので、ぜひ参考になったらしていただけると嬉しいです。参考になるかな、これわかんないけど、はい。ということで今回はこんな感じでバッグの中身紹介していきました。またなんかアップデートされたりとかしたら紹介できればなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。